işte ya, bak ne. Aaa! Kore wa takara no chizu da. O kore... Aaa! Mazuin da wa. Umi no mannaka dekai ne. これいらないよ、1個。
ぐらいでいいんだけど、まあいいか。ああ、嫌だね。これで進めるんよ。いやー、ぐでたまの大冒険もさ、もう数えて何回目なんすかね。おー、ブタキムかと思ったー。怖い、ウッシーだったけど怖いんよ、もう。ビビり散らかしてます。あー、回っていこうかな。本当にブタキムトラウマだかんね。あれ？あ、乗れた。あれ？どんどん横に進んでいくんよ。まあでも間違ってないかもしれないな。違うんだけどね。まあいいか、進んでるし、なかなかいい感じで進んでるんよ。どこ行ったんだっけ？ボートなくね？沈んじゃったんかな？ボートどっかに行っちゃったんよ。あれ？まあいいかも。じゃあ水の呼吸をこれでいいんかな？飲む。ついにフグのヒレ酒をグデタマがいただくことになりました。グビッといっちゃいます。グデタマの一杯。おー、水の呼吸。味は醤油だった。これなんかすごい、何するん、本当にもうやめてほしいんよ。なかなか強いよね、しかも。いやー、怖いんだわ。ツルハシだけど壊れなくね？これ何なんだろう。おー、宝箱、エメラルドとコギミュンと黄色いグデタマのヘルメット。あー、なるほど、ちょっとわかったんだわ。つまりはこういう水の遺跡でいっぱい宝探しをしろってことなんね。あー、なんかもう出てこないね。あー、目玉焼きが沈んでる。いやー、またパリピどもが襲ってくるんだわ。水中の宝箱ってさ、海賊がよく探すやつっしょ。いやー、グレタマもねー、
ゆで玉の一味も探しちゃおうかな。なんかさ、ぐで玉が海賊になったら、まずはやっぱりコックだよね、雇うのは。ぐで玉を調理できるね。クルーを探すんよ。醤油をたくさん積んでもらってね。おお、朝のおはようございませんなんだわ、久しぶりに。なんかさ、夜の海でもさ、静かな中パシャパシャーってさ、入眠の環境音みたいだったね。あれー、なんか、まだ見ぬ土地にね、夢を馳せるね。地球ってさ、本当に丸いんかな。どんな形なんだろうね。卵みたいに丸いのかな。あー、これは、なんとかさんが作った美術様式かと思った。それかもしくは昔のイチゴのお家、草間さんではなかったんかな。ここは田園調布なんかな。まあでも、もうちょっとな気がするんよね。あれ、ボートどこ行っちゃった。あれ、またボートなくなっちゃった。いつもボートなくなるんよね。なんか変な人いる。ハスの池が、ケロッピ焙煎いるかな。キリミちゃんもいるな。なんかジャブジャブ言ってるね。ちょっと頑張って泳ぎまーす。絶対これさ、ケロッピ先輩いるよね、どこかに。まさかケロッピ先輩とさ、財宝の奪い合いをすることになるとはね。これはあったんだわ、これだ。では、いつものやつをいただきまーす。なんか投げちゃったけど、まあいいや。はい、水の呼吸。あったんよ。間違いなくありました。ほら。開くかな、これ。開いた。宝の地図だ。これはまさかの一つなぎの財宝では。いやー、すごいわ。パイセンより先にいただいちゃいました。ぐで玉ゲーム実況、すごいんだわ。宝の地図ってすごくね。もうそれ自体宝なんだわ。いやー、これはもうちょっと早く家に帰ってスヤリンチョしたいんだわ。もうね、気分はね、もうね、海賊なんよ。もうまるで海賊なんだわ、ぐで玉。ヨッホー、ヨッホー、アホーイ。やったんだわ。やりましたよ、うまさーん。よーほーい。では、ボート。
ートを作って帰ります。もうこれは帰るしかないよ。あ、間違った。あ、お椀作っちゃってボート作れなくなっちゃった。やってしまった。いや、もうね、爪がね、もういらないお椀がいっぱいできちゃったんよ。これでどうなん？正直ね、くでたまはお椀サイズなんだけどさ。できた。おー！宝の地図だ！白いのぐでたまかな。おー！これはでもどういけばいいんだろう。ケロッピ焙煎の池でチャプチャプしてる場合でもないんだけど、あーでもこっちから抜けられるかな。いや、ボートを操るのもなかなか難しいよね。すごいジャングルなんよね。これ進まなくね。あれ？なくなっちゃったんじゃね？ボートすぐなくなるんよ。いやー困るんだけどな。もういいか、このまま行こうかな。いや、ボート毎回作るとさ、雨降ってさ、毎回ビニ傘買うみたいでさ、エコじゃないよね。あー、なんかまた殴られたけど無視します。戦って勝つんだわ。あー、もう、もう、あー、もう無視します。さよなら。もうね、パリピを相手にしてる場合じゃないんよ。ぐでたまはね、パリピよりもお宝の方がね、大事な海賊なのでね。おー、結構お宝の近くまで来たんじゃね。これ結構いい感じなんじゃね。この辺なんよ。お宝。どれだろう。どれだろう。これかな。水の呼吸が必要かもしれないんだわ。ないよね。やっぱり海賊王も水の呼吸が必要なんね。これちょっとでも手に入らない気がしてきたし、息ができないんだわ。
地図だけがないという事態に陥ってしまいましたので。
まあ思い通りにいかないのがね、人生ってもんなのかもしれないんだけどね。本当にね、襲ってきたパリピが悪いんよ。本当にもう。もうね、マイクラを通してね、人生というものをね、学ぶ卵なんですけどね。あ、卵もありました。不明な地図じゃダメかな。もう不明な地図でさ、いいんじゃね？地図は地図だからね。こうでいいのかな。おお。なんかできたんだわ。おお。マップゼロ。何の情報もない地図が額縁になっちゃったんだわ。これ本来であれば宝の地図だったはずなんだけどな。これと額縁かな。あー、こういうことかな。あー、これで、これはできたのかな。え？あります。ほぼ変わらない。変化なくね？こういうものなのかな？なんか何も情報のない地図だから何も変わらないという、そういう情報がなさすぎる問題が発生したので、海の真ん中を飾りました。はぁ、なんか、海の真ん中。海の真ん中って概念？海の真ん中を飾るってなんか、どういうことなんだろう。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップもの好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。もの好きだね。グレタマ YouTube 公式グッズもよろしくね。